こんにちは、ゆきです。ゆきドリル第3回のテーマはスマートフォンになります。早速作っていきましょう。まずはこちらの画像をビューポート内に表示していきたいと思います。点キーの1を押して正面から見た図に切り替えたら、シフトプラス A、 画像の中の参照を選択して、表示させたい画像をダブルクリックで選択します。こんな感じで表示できたら透過していきたいので、こちらのオブジェクトデータプロパティから不透明度にチェックを入れて数値を下げていきます。深度を前に変更しておいてください。ではスマートフォンの本体を作っていきたいと思います。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択します。この立方体に合わせてこちらのスマートフォンの画像を移動していきましょう。 GX で右側に移動して、一回 S で拡大して、だいたい横幅を同じぐらいにしてあげてください。続いて SZ で伸ばして、こちらも画像を移動して合わせてあげます。こちらの立方体がアクティブになっている状態で S で縮小していきます。今回寸法的には Z の値が 0.1m ぐらいになればいいかなと思います。真ん中にまた持っていきましょう。スケールを揃えるためにコントロールプラス A、 スケールを適用してあげます。では形を整えていきましょう。立方体を選択したらタブキーを押して編集モードに移動します。点キーの3を押して横から見た図に切り替えたら、 SY で薄くしていきましょう。デフォルメな感じなので、だいたいこれくらいの厚さでいいかなと思います。だいたいの形ができたら、モディファイヤープロパティからモディファイヤーを追加、サブディビジョンサーフェスを選択します。上の数値を4まで上げて、下の数値も4まで上げましょう。オブジェクトモードの状態で右クリック、スムーズシェードを適用してあげます。では形を調整していきましょう。面選択に切り替えたら、こちらとこちら、前面と後面を選択して、コントロールプラス B でベベルをかけていきます。マウスホイルを1回だけ回して、セグメントを1本増やしてあげましょう。こんな感じの形にできたら、コントロールプラス R で真ん中に辺を1本挿入していきます。コントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。マウスホイルを回して、セグメントを1個減らしたら、だいたいこれくらいの幅で広げてあげます。また今度横向きにコントロールプラス R で辺を1本挿入、コントロールプラス B でベベルをかけて、角の形を整えてあげましょう。では今度こちらの部分、穴を開けていきましょう。面選択の状態でこちらの面を選択したら、 I で面を差し込んでいきます。とりあえずこれくらいの形にできたら、 SX でもう少しだけ X 軸細くしていきましょう。 GZ で上に上げていって、もう少しだけ SZ で細くしていきます。だいたいサイズを調整することができたら、 E を押して後ろ側に面を押し込んでいきましょう。画像を隠してみると、こんな感じでまだ丸い変な感じの穴になってしまっているので、調整していきましょう。編集モードの状態で一回透過表示をオンにします。コントロールプラス R でこちらに辺を1本挿入して、後ろ側に移動していきましょう。続いてコントロールプラス R でこちら側にも辺を挿入して、手前の方に移動していきます。続いてコントロールプラス R でこちらに1本辺を挿入して、だいたいこれくらい寄せてあげます。ではもう少しだけ形変えていきたいので、コントロールプラス R でこんな感じで辺ループを1本入れたら、コントロールプラス B でベベルをかけて辺を増やしていきましょう。そうするとこんな感じで形が整うかなと思います。では続いてディスプレイ作っていきましょう。シフトプラス A からメッシュの中の立方体を選択して、 S で縮小していきます。幅を決めることができたら、 SZ で高さを出していきましょう。続いて点キーの7を押して上から見た図に切り替えたら、 SY で薄っぺらくしていきます。GY で手前側に移動していきましょう。もうちょっとずつ形を調整しながら、だいたいこれくらいの厚みがあればいいかなと思います。スケール揃えたいので、コントロールプラス A、 スケールを適用。続いてコントロールプラス4でサブディビジョンサーフェスを追加、下の数値も4まで上げたら、オブジェクトモードの状態で右クリック、スムーズシェード、タブキーを押して編集モードに移動したら、まずは面選択の状態で手前の面と後ろの面を選択します。こんな感じで両面選択できたら、コントロールプラス B でベベルをかけていきましょう。マウスホイルを1回だけ回して、セグメントを増やしてあげます。
続いてコントロールプラス R で縦に1本変ループを入れて、コントロールプラス B でベベルをかけていきます。マウスホイールを回してセグメントを減らしてあげて、こんな感じで輪郭を整えてあげます。また横側にもコントロールプラス R で変ループを1本挿入、コントロールプラス B でベベルをかけて形を調整していきましょう。こんな感じで角に少し丸みをつけてあげます。こんな感じでいいかなと思います。ではボタンも作ってあげましょう。シフトプラス A からメッシュの中の円柱を選択します。左下の円柱を追加から頂点の数を16ぐらいまで減らしておきましょう。こちらが消えてしまった場合は F9 を押して再表示して調整してあげてください。では RX90 で1回90度回転、 S で縮小していきます。点キーの3を押して横から見た図に切り替えて SY で細くしていきます。GY で手前側に移動していきましょう。大体の位置に調整してあげてください。ここまでできたらスケール揃えたいので、コントロールプラス A、スケールを適用。モディファイヤーを追加からベベルを選択。セグメントを2に上げたら量を小さくしていきます。0.0003 ぐらいでいいかなと思います。あとはコントロールプラス2でサブディビジョンサーフェスを追加。オブジェクトモードの状態で右クリックスムーズシェードを適用してあげましょう。これでモデリングが終了しました。ではマテリアルをつけていきたいのでライトを設定していきましょう。シフトプラス A からライトの中の3を選択します。RY で回転してこんな感じで左上から当たるように設定したら、続いて点キーの7を押して上から見た状態で R で回転してこの前面からライトが当たるようにしてあげます。続いてオブジェクトデータプロパティから強さを10まで上げて角度を30度まで大きくしておきます。ではシェーディングタブに移動しましょう。レンダープロパティに切り替えたら、今回レンダーエンジンはサイクルスなので EB の方はサイクルスに設定しておいてください。まずはこちらの画面のマテリアルを設定していきましょう。新規をクリックします。水色っぽい発光した感じにしていきたいので放射のカラーを変えていきます。水色っぽい色にしたら放射の強さは1のままでいいかなと思います。では続いてボタンの方のマテリアルを設定していきましょう。新規をクリックします。今回はこんな感じで外側がピンク色、内側が白にしていきたいので、シフトプラス A からテクスチャの中の波テクスチャとコンバーターの中のカラーランプ、あとは入力の中のテクスチャ座標を選択します。オブジェクトとベクトル、係数と係数、カラーとベースカラーをつないであげましょう。カラーランプのリニアを一定に変更して、白いカラーストップを左の方に移動しておきます。では続いて波テクスチャのバンドのところをクリックしたらリングに変更しましょう。続いて X を Z に変更します。あとはカラーストップもうちょっとだけ左に移動してあげると、こんな感じで白いリングが出てくると思うので、あとはいい感じの位置に調整してあげましょう。正面から見ると分かりやすいかなと思います。あとはお好みでカラーを変えてあげてください。今回は内側が白で外側がピンク色にしていきたいと思います。あとはもうちょっとマットな質感にしたいので粗さを 0.8 まで上げておきます。では本体のマテリアルの設定をしていきましょう。新規をクリックします。まずはこちらも粗さを 0.8 まで上げてマットな質感に変えてあげましょう。こんな感じでグラデーションのカラーにしていきたいので、シフトプラス A から入力の中のテクスチャ座標とベクトルの中のマッピング、テクスチャの中の波テクスチャとコンバーターの中のカラーランプを選択します。オブジェクトとベクトル、ベクトルとベクトル、係数と係数、カラーとベースカラーをつないであげましょう。そうするとこんな感じの白と黒の縦縞ができると思います。まずはグラデーションに角度をつけていきたいので、マッピングの回転の Y の値を調整していきます。続いてスケールの値を小さくして黒と白の幅を調整していきます。位相オフセットを使ってこんな感じで黒と白の位置を調整していきましょう。こんな感じで左上が黒で右下が白になればいいかなと思います。では色を変えていきましょう。カラーランプのこちらの黒い部分をクリックしてカラーを変えていきます。今回は片方は水色な感じで、もう片方はピンクっぽい感じにしてあげます。位相オフセットを調整しながら両方の色のバランスを調整してあげてください。
シフトを押しながらだと細かく調整しやすいと思います。こんな感じでグラデーションをつけることができました。ではこちら3つ選択してシフトプラス D で増やして右側に移動していきます。まずは本体のカラー、こちら側をピンクにしてこちら側を水色にしたいと思います。このまま調整すると両方変わってしまうので新規マテリアルをクリックしてマテリアルを複製してあげます。カラーストップの位置を反転してあげましょう。そうすることで簡単にグラデーションの向きを変えることができます。続いてこちらのリングの色はこの水色に合わせたいと思うのでまたこちらも新規マテリアルをクリックして複製。こちらのカラーを変えてあげてください。こんな感じで簡単に2種類のカラーバリエーションができました。ではマテリアルの設定は終わったのでレイアウトに戻っていきましょう。ではこちらを配置して画像を作っていきたいと思います。まずは背景を作りたいのでシフトプラス A からメッシュの中の平面を選択します。続いてスマホを選択していらないものはコントロールを押しながらこんな感じで選択解除してあげましょう。RX-90 でマイナス90度回転してあげます。続いて天気の位置を押して正面から見た状態で G で移動していきましょう。平面はこの X 軸の赤いラインにあります。位置を調整することができたら今度カメラの角度を決めていきましょう。好きな角度を決めることができたらシフトプラス A カメラを選択します。点キーの0を押してカメラのビューに切り替えたらビューの中のカメラをビューにチェックを入れてマウスホイールを後ろ側に回していってで移動していきます。ちょっと歪んだ感じになるのでこちらのオブジェクトデータプロパティから焦点距離を 100mm に変更しましょう。もう少しだけ移動して今度画角を変えたいので出力プロパティから解像度を両方とも1920に変更しておきます。位置を調整してあげましょう。だいたい真ん中ぐらいに持ってくるといいかなと思います。カメラの位置が決まったらもう動かしたくないのでカメラをビュー2からチェックを外しておきましょう。ではレンダープレビューに切り替えていきます。背景の色も決めてあげましょう。マテリアルプロパティから新規をクリック、ベースカラーを変えてあげてください。今度ライトの設定をしていきたいと思います。外側が映ってるとちょっとわかりづらいのでカメラを選択した状態でオブジェクトデータプロパティのビューポート表示、外枠の 0.5 となっているところを1まで上げておきます。N キーと T キーを押していらないものを隠したら左上にカーソルを持っていって画面を分割してあげましょう。ではこちら側で調整していきたいと思います。まずはサンライトを選択して点キーの7を押して上から見た状態で R で回転して角度を決めてあげます。影がちょっと短いなぁと思ったら点キーの1を押して正面から見た図に切り替えて R で回転していきます。続いてもう少しこの影薄くしていきたいのでシフトプラス A ライトの中のエリアを選択します。 RX90 で90度回転しましょう。点キーの7を押して上から見た図に切り替えたら R で回転していきます。こんな感じで横からライトを当てるような感じで影を薄めていきましょう。ちょっとライトが大きすぎるのでサイズを調整していきます。だいたいこれくらいのサイズにできたら GZ で上に上げて RXX で X を2回押して回転していきます。パワーを調整していきましょう。シフトを押しながらだと細かく調整できると思います。こんな感じで先ほどよりも少し影が薄くなったと思います。あともう一つだけライトを設定していきましょう。シフトプラス A からライトの中のポイントを選択します。G で手前側に移動していきましょう。GZ で上に上げていきます。半径を小さくしていって、パワーはとりあえず 1W ぐらいにしておきます。カラーを調整してあげましょう。今回は全体的に青っぽくしていきたいので、こちらのライトは水色のような青のようなカラーにしていきます。あとは位置を調整しながら右側の画面を見つつ色合いを調整してあげてください。ライトの設定が終わったら今度コンポジットの設定をしていきましょう。コンポジッティングを開きます。ノードを仕様にチェックを入れたら今度ビューレイヤープロパティからデノイズデータにもチェックを入れておきます。まずはデノイズのノードを組んでいきましょう。シフトプラス A からカラーの中のミックスとシフトプラス A フィルターの中のデノイズを選択します。画像と画像、ノーマルとノーマル、アルベドとアルベドをつないであげましょう。画像と画像をまたつなぎます。ノイズを少し残したいので、係数を 0.9 ぐらいにしておきましょう。続いてレンダリング画像の色を調整するために、シフトプラス A からカラーの中の
露出とカラーの中の輝度コントラスト、もう一つカラーの中の HSV を選択してこの間に入れておきます。最後にこちらのコンポジット濃度を調整するときにこの後ろ側に画像を表示させて調整していきたいので、シフトプラス A から出力の中のビューアーを選択、画像と画像をつないでおきます。ではレンダリングしていきましょう。レンダープロパティを開いていただいて、今回レンダーエンジンはサイクルスで最大サンプル数は128に設定しています。ではコントロールプラス S でファイルを保存してから F12 かレンダーの中の画像をレンダリングでレンダリングしてみましょう。レンダリングが終了しました。では最小化して隠しておきましょう。ちょっと画像が大きいので V を3回ぐらい押して、真ん中だとちょっと邪魔なのでオルトとマウスの中ボタンを押しながら左に移動しておきます。では調整していきましょう。まずは露出を 0.5 ぐらいまで上げて明るくしていきます。明るさがだいたい気に入る感じになったら、今度はコントラストを上げてもう少しだけコントラストの強い絵にしていきたいと思います。まずは5まで上げてみました。もうちょっとコントラストが強めが良かったらちょっとずつ調整してあげてください。サイドも調整していきます。今回サイドが薄めな絵なので 1.02 ぐらいにとりあえず設定してみます。今回のこのマテリアルとライトの配置で露出は 0.5、コントラストが15、サイドを 1.1 に設定してみました。コンポジットが終わったら先ほど最小化したウィンドウで画像の中の保存で保存してあげましょう。こちらを消してしまった場合は左のレンダリングタブを開いてこちらから保存してあげてください。以上で今回の雪ドリルを終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。ファンボックスで今回作ったスマートフォンのブレンドファイルを配布しているので、自分のパソコンで完成形をじっくり見たいという方は概要欄の URL からページに飛んでみてください。ではまた次回の雪ドリルでお会いしましょう。